平野翔さんや広瀬すずさんといった有名な俳優が非常に重い布団を使ってぐっすり眠れていると告白し話題になりました。重い布団が安眠に役立つという話はここ最近ますます注目を集めています。その理由の一つは著名人が実際に使用していることが公にされ広く知られるようになったからです。例えば平野翔さんや広瀬すずさんといった有名な俳優が 非常に重い布団を使ってぐっすり眠れていると告白し、話題になりました。特に平野さんが 16kg、広瀬さんが 14kg の重い布団を愛用しているという事実は、多くの人々に、重い布団は本当に効果があるのか、という興味を抱かせました。しかし、この現象には単にトレンドやファッションの一環というだけでなく、科学的な根拠も存在しています。こうした寝具の使用には、 どのようなメリットとデメリットがあるのか、そしてそれが私たちの睡眠の質にどのように影響を与えるのかについて、専門家たちも意見を述べています。重い布団を使うことで感じる圧迫感は、体にハグされているかのような感覚をもたらし、脳内で、オキシトシンと呼ばれるホルモンの分泌が促されると言われています。このホルモンはしばしば、法用ホルモンとも呼ばれ、人に安心感を与え、不安を軽減し、 眠りりりに入りやすくすすくる効果がありますさらに、マッサージによる圧迫感がストレスホルモンであるコルチゾルを減少させる効果があることは2005年にアメリカのマイアミ大学が発表した研究で明らかにされています。具体的にはコルチゾルの分泌が31%も減少し逆に幸せホルモンであるセロトニンが28%増加するという結果が出ました。この研究は、 重いい布団がが持持つつ圧迫感も同様の効果をを可能性があることを示唆しています日本睡眠学会の理事長である内村直直さんも、この重い布団の効果を肯定しています。彼によれば、特に高齢者にとってはこのホルモンバランスの変化が非常に有益で、重い布団を使うことでセロトニンの分泌が促進され、その結果として睡眠ホルモンであるメラトニンの生成が増えるというのです。 年齢を重ねるとメラトニンの分泌が減少し、眠りが浅くなることが多いのですが、重い布団を使うことでこれを改善できるかもしれません。また、コルチゾルの減少も、脳の認知機能の低下を防ぎ、認知症予防に役立つ可能性があると述べています。しかし、重い布団を使うことにデメリットが全くないわけではありません。例えば、重すぎる布団は寝返りがしづらくなり、 熱疲れや群れの原因になることがあります特に高齢者や筋力が低下している人にはいきなり非常に重い布団を使うのは避けた方が良いでしょう内村さんは最適な布団の重さは体重の10%程度が理想的と言っていますつまり自分の体重の10%に近い重さの布団を使うと副交感神経が活性化されリラックスした状態で安眠しやすくなるというのです 重い布団に関しては、その効果が科学的に支持されているとはいえ、すべての人にとって最適な選択肢であるわけではありません。実際に使用している人々からは賛否両論が寄せられています。例えば、重い布団のおかげで深く眠れるようになった、というポジティブな意見もあれば、重すぎて体が痛くなったり、寝返りがしづらくて寝疲れしてしまう、というネガティブな意見も存在します。これは、体格や体質、 さらには睡眠のスタイルによって異なるため、一概に、重い布団が全ての人に適しているとは言えません。あるユーザーは、1年以上5キログラムのウェイトブランケットを使用した結果、最初の数週間は快適に感じたものの、その後は暑さや重さが邪魔に感じるようになり、最終的には使用をやめてしまったと語っています。彼女は、重い布団よりも良質な羽毛布団の方が自分には合っていると感じたそうです。また 別のユーザーは重い布団を使った結果、不整脈を抱える自分にとっては胸にかかる重さが息苦しく、睡眠を妨げる要因となったと述べています。さらに、ある人は、重い布団を使うことでリラックスできるという意見に反して、圧迫感がストレスを増やしてしまうと感じたこともあります。重い布団の使用に関しては、まず自宅にある布団を重ねたり折ったりして、重さを調整して試してみるのが良いでしょう。 新しい布団を購入する前に、どの程度の重さが自分にとって心地よいのかを確かめることで、無駄な出費を避けることができます。また、最近ではニトリやその他の家具、インテリアメーカーがウェイトブランケットを手頃な価格で販売しており、手軽に試すことができるようになっています。価格帯も幅広く、6000円程度から購入できるため、興味がある方は検討してみる価値があるでしょう。重い布団だけでなく、 重いいマスクも一部で注目されています例えば、アメリカのプロ野球選手大谷翔平さんも重いアイマスクを愛用していると言われており、その圧迫感が眠りを誘う効果があるとされています。ただし、目の周りに圧迫を加えることで、皮下症などの目のトラブルを引き起こすリスクもあるため、注意が必要です。特に目に負担がかかるような感覚がある場合は、すぐに使用を中止した方が良いでしょう。また 重い布団やアイマスク以外にも、圧迫感を活用した睡眠グッズが続々と登場しています。これらのアイテムは、忙しい現代社会でストレスを抱える人々にとって、リラックスして質の高い睡眠を得るための助けとなるかもしれません。しかしながら、こうしたアイテムがすべての人に効果的であるわけではなく、自分に合った方法を見つけることが大切です。個々の体験やフィードバックを参考にしながら、 慎重に試していくことが推奨されます睡眠の質を向上させるためには他にもさまざまな方法があります例えば適度な運動や食生活の改善寝室の環境を整えることが重要ですまた寝る前にリラックスできる習慣を作ることも効果的です現代の忙しい生活の中で心地よい眠りを確保するためにはさまざまなアプローチを組み合わせることが必要かもしれません 最後に、重い布団を使っている著名人の体験談が私たちに示すように、重さによる圧迫感が安眠を促す一因であることは確かですが、すべての人に適した選択ではないことを忘れてはいけません。各自の体質や好みに応じた最適な睡眠アイテムを見つけることが、快適な夜を過ごすための鍵となるでしょう。そして、重い布団に限らず、睡眠の質を向上させるためのアイテムや方法は日々進化しています。 例えば、スマート技術を活用した寝具が登場しており、自動的に体温を調整したり、眠りの深さをモニターする機能が搭載されたマットレスや枕もあります。これらのアイテムは、使用者の睡眠パターンに合わせて環境を最適化することができるため、より個別化された快適な睡眠を提供することが期待されています。スマート睡眠技術は、もはや近未来の話ではなく、 実際に多くの家庭で取り入れられつつある現実のテクノロジーです。また、自然療法やアロマテラピーも、睡眠に効果があると広く認識されています。例えば、ラベンダーやカモミールなどの精油を使ったアロマディフューザーは、リラックス効果があり、眠りやすい環境を作り出すと言われています。これらの香りは、脳に直接働きかけることで自律神経を整え、心身のリラックスを促進します。 中でも、ラベンダーは科学的にもその鎮静効果が証明されており、軽度の不眠症に対する自然な治療法としても注目されています。一方で、日々のストレスや心配事が原因で睡眠に悪影響を及ぼしている場合、心理的なアプローチも考慮する必要があります。最近では、マインドフルネス瞑想や深呼吸法などのリラクゼーションテクニックが、睡眠の質を向上させるための一助として取り入れられています。 マインドフルネスは、今この瞬間に集中することで心の雑念を取り除き、精神的な安定感を得る方法です。この手法は、ストレスや不安を軽減し、より深い眠りへと導く力があります。また、定期的に瞑想を行うことで、睡眠だけでなく、日常生活全般における幸福感や集中力の向上も期待できると言われています。このように、 重い布団をはじめとするさまざまな睡眠改善法がありますが、最も大切なのは、自分に合った方法を見つけることです。特に現代社会においては、仕事や家庭、社会的なプレッシャーなどでストレスがたまりがちです。そのため、睡眠を改善することは、単に日常の疲れを取るだけでなく、心と体の健康を守るための重要な手段となります。睡眠が十分に取れていないと、 日中のパフォーマンスが低下するだけでなく、長期的には免疫力の低下や慢性疲労、さらにはうつ病などの精神的な健康問題につながる可能性もあります。睡眠の重要性は昔から知られていましたが、近年ではさらにその意義が科学的に解明されつつあります。睡眠が単なる休息の時間ではなく、脳や身体を修復し、次の日に向けてリフレッシュさせるための不可欠なプロセスであることが明らかにされています。 そのため、良質な睡眠を確保することは、健康的で幸福な生活を送るための基本であり、軽視してはいけないのです。最終的に、どのようなアイテムや方法を使うにせよ、自分の身体や心の状態を理解し、それに最も適した選択をすることが、快適な睡眠の鍵となります。重い布団がその一助となる場合もあれば、他の方法がより効果的な場合もあります。 それぞれの人が異なるニーズや好みを持っているため、他の人の体験談や科学的なデータを参考にしつつ、まずは自分自身の体験を通じて最適な睡眠環境を見つけることが重要です。これからも睡眠に関する研究は進み、新しいアイデアや商品が続々と登場するでしょう。それでも、最も重要なのは、自分がどれだけ快適に感じるか。 そそしてののの方法が自分の健康ににどのような影響をを与えるるかを常に意識すすことです重い布団をはじめとする睡眠改善アイテムは、現代の多忙なライフスタイルにおいて役立つツールの一つかもしれませんが、最終的な答えは自分自身の体が教えてくれるものです。